こんにちは、おはようございます。メッセージありがとうございます。速稼塾の久保でございます。AFB にブログを承認作業をね、通していると思いますけども、まだ返信がないようですね。今多分ね、連休に入ってるっていうことと、あとね、こういう状況ですから、どこもですね、リモートワークなり、それから会社に出社してやる作業っていうのをかなり減らしてると思いますので、普段よりも時間がかかると思います。ですんで、そうですね、連休明けて9日とか10日ぐらいまでにレスポンスがなければ、また別のねサイトで審査を通してみてはいかがでしょうか。まあ基本的にそのね、もうちょっとご覧となんですかね、自粛して引きもこっているし、このブログだと通らないことはないと思うんですよ。まあ私の見解だとね、まあ広告を貼りにくい、ブログではありますよね。なんかね、そのブログって日記のように書くとちょっとあんまり良くないんですよ。とにかく何かをセールするために書いていかないと、広告会社さんも出してもしょうがないかなって思っちゃったりするんで、できればね、個人的な日記っていうのは人気が出てきたらにして、で、例えばね、美容と健康のための化粧品を売りますみたいな意思がはっきり感じられて、その記事ばっかりバーッと並んでると、広告ってのをつけてもらいやすいのかなと思いますね。まあこれが攻略法の一つかなと思います。で、 FX についてもお答えしましょうか。必ず見てくださってるんですね、ありがとうございます。で、 YouTube の方なんですけども、最近始まったわけではなくてね、実はもうね、だいぶ前から、1年ぐらい前から始まっているんで、ぜひね、これからもどんどん投稿してください。保護司で担当している人にホストがいるので、ローランドさん前からチェックしていた。ああ、なるほどね。ミスター M さんにおもりについて質問したい。ああ、はい、ぜひ質問してみてください。アンクルリストウェイト、ほうほう、おもりね、あ、こうやってリストね、リストまで私も使ってますよ。よろしかったらね、またメッセージください。今夜の21時から対談ライブですからね。もうちょっとしたらね、URL の方、あ、もう行ってるかな。ズームライブの URL また直前にも皆さんに配信したいと思いますので、よろしくお願いします。それではともちん、ありがとうございました。今日は大和くんの初絶句なんで、もうちょっとしたら会場に向かいます。行ってきます。